斉藤隆は、日本の教育学者。明治大学文学部教授。学位は教育学修士。著書に、声に出して読みたい、日本語など。静岡県静岡市生まれ。血液型は、O 型。静岡市立田町小学校、静岡大学教育学部付属静岡中学校、静岡県立静岡高等学校を経て、東京大学法学部。 第二類卒業。東京大学大学院教育学研究科学校、教育学専攻博士家庭満期大学。日本学術振興会特別研究院、世田谷市民大学講師、慶応義塾大学非常勤講師、明治大学文学部専任講師、助教授を経て現職。2001年、著書、身体感覚を取り戻すで、第14回身長学芸賞を受賞。 教育スタイル論の提唱者として知られ、声に出して読みたい。日本語は2003年2月までに140万部、後に250万部を超えた。同著で第56回毎日出版文化賞特別賞を受賞。その後、専門の教育学、日本語教育学などの書籍からビジネス書、コミュニケーションを基礎とした関連書籍を多数執筆。2005年には、 ベストファーザーイエローリボン賞を受賞している。テレビ番組では、世界一受けたい授業に講師として出演するほか、日本語で遊ぼう、ガチャガチャポン、や、東大王で企画と監修を担当、情報7デイズニュースキャスターや、チチンプイプイ、全力、脱力タイムズ、ライブニュースイット、の、レギュラーコメンテーターでもある。また、 tbsk 平日朝の生放送報道情報番組朝ちゃんでは番組開始の2014年3月31日から2015年3月27日まで夏目ミクと共にメインキャスターを務めた東大法学部生の頃に裁判官を目指して司法試験を受験したが失敗し自分は勤勉実直さを求められる裁判官に向いていなかったが 自分の意見を世に発信していく方向に舵を切ればいいのではないかと考え教育学に転じた。友達いないと不安だ、症候群につける薬にコミュニケーション能力を高める方法として記載。斎藤は実践的なコミュニケーションメソッドとして偏愛マップを提唱している。自分の偏愛するものを列挙した一覧を交換し、出会い、通じ合い、 より深い人間関係を構築することができるという授業などでも実践している斉藤の偏愛マップは以下の通りありがとうございます。